共愛区間入り口のコンクリートブロック、石暮れ峠は、鈴鹿山脈の三重県稲部市と滋賀県東大海市との境にある峠。国道421号が通る。標高は690メートル。峠の前後2キロメートルほどの区間は、簡易舗装がなされているものの非常に共愛な急坂で、2トン以上の車は通行止めとなっている。 また、車服が2メートルを超える車も通行できない。境愛区間の入り口には車服を制限するためのコンクリートブロックによるゲートがある。陶器は通行止め。鈴鹿山脈の狩猟線上にあり、北側の龍が竹から南側の釈迦が竹へと伸びる、登山道がこの暗部を通っている。峠近くの南側には NTT の無線中継所があったが、撤去された。 1934年頃から八風街道を県道から国道に昇格させて回収させようとする動きが積極的になり戦前に国道となることはなかったが1939年11月13日から15日にかけて現在の三重県桑名市と滋賀県大見八幡市の間で県道を開設するための実地調査によってハップル峠より 石暮峠に道路を開設するのが望ましいとの見解が明らかにされた。第二次世界大戦後、三重県と滋賀県を結ぶ高生道路の整備が本格的に進められる。1951年に滋賀県議会で改修工事事業が採択された頃には三重県側で工事が開始していた。滋賀県が策定した林道計画が1962年に 国の採択を受け、はじめは大規模林道として開設されることになった。滋賀県側の建設工事は1964年に開始し、1970年7月に完成した。この林道は、譲り尾から八風谷を経て、石暮峠に向かうものであり、総延長6908メートル、福音4メートルで、工費は2億6千万円であった。滋賀県側では竣工直後は、 林野町の所轄であったが、1975年4月から、永元寺町道譲りを対案線、同年12月には、滋賀県道を大見八幡稲部線になった。1976年2月から、三重県、滋賀県の関係西十一町によって、大見八幡稲部線国道昇格規制同盟会が、結成され、1982年4月から国道を421号になった。 鈴鹿山脈を横断するため、県境付近は急旬で、道路状況が決して良いとは言えなかった。そこで、国道421号石暮峠道路の建設が1997年12月に決定した。2003年に事業化。2006年5月27日に着工し、2009年1月30日にトンネルの貫通式が行われた。 2011年3月26日供用開始。このトンネルにより、所要時間が約30分短縮され、当期閉鎖や重量車規制が解消された。同区間の原動は、トンネル完成前の2008年9月2日の豪雨によって崩落して、長期通行止めになり、トンネル開通後に急動となり指導移管され、修復されたが、一部区間はすでに廃道となっている。 石船峠は名古屋急行電鉄がトンネルを建設する計画があった。また新幹線の計画の前身であった弾丸列車もこの石船峠を通る予定であったが結局新幹線は前原を通るルートとなった。ありがとうございます。